頭と足に8のマーク。子供の頃憧れたヒーロー、エイトマンを意識して滑るのは坂本浩一さん、48歳です。2月に出場する全日本マスターズスピードスケート競技会に向けて追い込みの練習が続きます。坂本ですけど、水彩みたいですね。いえいえ、ずるけて早いですね。いえいえ、ありがとうございます。いや何とか頑張ってますので、エイトマン、やっぱり我々の世代で懐かしい、はい、エイトマンのように早く走りたいなという思いで、もう、お会いするのを楽しみにしてきました。どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段は会社勤めの坂本さん、出勤前の身支度は少々時間がかかります。足につけるのは2キロの重り。両足合わせて4キロの重りをつけたまま坂本さんは一日中過ごします。これがないとなんか雲の上を歩いているようで、もう気持ち悪い感じですね。駅の階段は一段抜かし。スケートに必要な脚力を鍛えようと1年前から始めました。電車の中でも決して座りません。おはようございます。おはようございます。勤め先の食品会社、営業所長の坂本さんは4キロの重りをつけていても誰よりも動き回ります。これで OK、はい、すいませんが、はい、お願いします。そのあふれるパワーに部下たちも圧倒されています。いつも元気よくという形で声も大きいんですけども、どこで骨休みをしてるのかなっていうのが思ったりもしますけども、はい。やる気をみなぎらせ仕事に取り組む坂本さん、しかし若い頃にやり残したあることがずっと心に引っかかっていました。8歳の時にスケートを始め、中学生の時は地区で優勝するほどの実力でした。しかし高校大学と進むうちにライバルたちに気後れし、挑戦することなく諦めてしまったのです。それから30年、仕事にも家庭にも余裕ができる中、一度諦めたスケートにもう一度挑戦したいと思うようになりました。48歳から初めて、それもスピードスケートでデビューなんていうことは私自身も思ってなかったです。なんか滑れるってとても嬉しいなと。ただいま。おかえり。おかえり。ありがとう。今日も元気に頑張ってきたよ。お疲れ様です。ありがとう。頑張ってきました。夕食前のわずかな時間もトレーニングです。腕立て伏せや前傾姿勢を保つ筋力の強化などを毎日欠かしません。よし、あと10回、うん、妻のひろみさんと2人の娘もコツコツと打ち込む坂本さんを応援しています。日に日にこう効果が出てくるのを本人も感じて楽しんでる様子でいいなと思います。スケートの練習を続ける中で嬉しいことがありました。二人の娘たちが一緒に滑るようになったのです。思わず力が入る坂本さん、今スケートが家族をつなぐきっかけにもなっています。最後まで押す、押す、そうそう、よし、ゆっくりゆっくり、よし、よし、いいね、いいね。2月の競技会まであと1ヶ月。坂本さんはコーナリングの練習を念入りに行います。
やっと今の私青春ですね。本当の意味での青春が30年ぶりぐらいに来に来たんじゃないかななんて思って、また感謝してるんですよ。坂本浩一さん、エイトマンに憧れる48歳、その挑戦が続きます。坂本浩一さんと中継がつながっています。坂本さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの48歳でね、かなり厳しいトレーニングをしてるんですけれども、きつくないですか？自分自身楽しくやっておりますので、特にきついということはありません。あのスケートを再開して普段の生活にもなんかこう変化ありました？はい、大きな変化がありました。私はもともとプラス思考 の, あの人間だったんですけども、さらにですね、気力が充実してきて、仕事に、家庭に、社会生活に本当に前向きにですね、取り組めるようになりました。40過ぎてそう思える、なんか僕も40過ぎてるから嬉しいですよ、同世代っていうかね。たくさんの人に、ね、はい、今勇気を与えてらっしゃると思うんですけども、はい、何よりも驚くのが、文章を書くとかね、そういうのを40過ぎて上手くなりました、こういう方いらっしゃると思うんですけども、肉体的にものすごくなって、タイムが速くなったんですよね、30年前より。はい、そうです、はい、これが驚きなんですよ。何が起きてるんでしょう今。そうですね、まあ、なんか自分自身の心の中にですね、やっぱりこう元気にですね、滑れるということに対するなんかこう感謝の気持ちがですね、一つ一つの60兆のですね、なんか細胞を元気にしてですね、ほらなんか伸ばしてるっていう感じはします。これ進化してますよ、体が。そう、どん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 進化してってすごい。だって言ってることもジモンさんと同じようなこと言いますからね。あの子伸びますよ、細胞的なこととかね。若い頃っていうのはこう部活だったりとかで、ね、スケートやってたけれども、今は自分から ね, そうね、これがやりたいっつってやってるから、多分こう伸びもだいぶ違うんじゃないですかね、若い頃よりも。はい、もう随分ですね、本当に高校の時の一番速い時よりもすでに 500m で14秒ほど速くなりました。いや、すごいですよ、出過ぎですよそれ。どうしてそんなに今になってそんなに打ち込めるんだと思いますか？心のですね、本当に自分の奥底からですね、こう全身で無になって打ち込めるというようなことが記録を伸ばしてるんじゃないかと思っております。そんな坂本さんに、はい、秋川さん、今回どんな応援歌を作ったんですか？私もエイトマンを歌おうかと思ったんですけども、今日散々流れてしまいましたので。坂本さん48歳ですよね？はい、そうです。48マンという歌を作りました。ありがとうございます。ぜひ聴いてください。はい、誰にも負けないスピードは、若さにたじろいでいた頃よりも今が突き抜けてる。スーツを着れば営業マン、氷の上では48マン、の声山声48歳、笑顔も弾けてる。お酒に溺れて潰れた時もあった、でも今は生きている本当の自分を、年齢を忘れて無理してるわけじゃない、人は年を重ね強くなってゆく、応援をしてくれ友達に伝えたい気持ちを可能性にかけていく、来年はおそらく49万。坂本さん、秋川さんの応援歌はいかがだったでしょうか？はい、いや、とっても素晴らしくてですね、私のことぴったり歌っていただいて、本当に感謝の気持ちでですね、いっぱいです。
スケートリンクでエイトマンを見かけたら気軽に声をかけてもいいんですよね。はい、もうぜひ一緒に楽しいですから一緒に滑りましょう。ありがとうございます。